forgot. I know it hurts. Bullied by the cool kids on the first day of school. I know it hurts so bad. Let it go.桧原湖がある浦磐梯は熊の生息地とのこと。釣りをする際は必ず熊よけの鈴をお持ちくださいませ。さあ何年かぶりの桧原湖、こんな感じやね。あーいいな、やっぱウェディングはいいわ。ここのいいのは、そんなに冷たくない。まあここのいいのは水がきれいで、本当に透明度が結構あるからラインがね、気づかないのがいいよね。さあ何して遊びます？さあまずは軽くミドストやってみよう。リグヘッドでライアミノよし、いきます。あれ何や、なんかおるないで、ロッド、はい、ハートランドのスタンダードモデルの722の LRS。 こういう釣り用の竿。まずは朝一のフィーディングバスが狙いです。この透明度やったら本当にだいぶ横から見てるやろうな。ほんまもんだろうが偽もんだろうが。おお、今のはあれですね、スモールですね。ライアミノは素材が軽い素材なのね。浮力のある、浮力がある言うてもいわゆる発泡素材じゃないからぼんやり、よっしゃー浮くんだわ。それをそこに置いとくといい姿勢がしますよって言うてたら釣れた。お見事でございます。今日バラさんいるとこいつ跳ね寄るからな。跳ね寄る跳ね寄る。あ、バラした。マジか。あ、口切れてるわ。うわ、こいつあれやな、口切れてるけどもともと気づいてある口やな。ルアーはライアミノーでした。バレた。そう、ライアミノーはね、だから水中で姿勢がいいんですよ。ほらほらほら、止めててもこの姿勢やん、ほら。だからボトムではほら立ってるでしょ。でこいつでこうトゥ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 ってこうトゥトゥトゥってやったらほらほら、もう魚みたいじゃないですか。ここからセッティングして水面ちょっとやろう。今しかせえへんかもやから。ここで村神様がライアミノーのマス針セッティングをご披露されます。ライアミノーには前に誘導穴が開いてます、真ん中にね。これがちゃんと使わないとこの効果が半減するんだけど、センターにあるから誰が刺しても真ん中を通る。でそこを今回はマス針でやるんだけど、だいぶ下まで行きます。こうやってね、でこいつを入れちゃう。こうやって、わかる？今ここでしょ。この針をギューッと中に入れる。このワームがまっすぐになるまで。これで OK。これで OK なんだけど、ここにこれ今マス針のアイがここにあるんだけど、このアイをこれで固定します。このほらこれでほら固定されたでしょ。ある？でこれをカットする。ラバージグのブラシガード、うん、でそれをここに忍ばしてたのね。ここにちょっとあのおっさんになった証の一工夫が生まれるわけですね。まあこのスポンジに刺しておくの、こうやって
でも刺さりやすいようにこれを全部斜めにカットしておく、この先を。これ束ねとくやん、こういうホットグルーとかで。わかる？ほら、表面張力で浮くでしょ。で浮いて針が下向くやん、重りになるやんか。で多分今これ気室に気泡が空気が入ってなくて、これこうやると空気が入るからさ、浮いてくるやん。ほら、投げるたんびに投げるから水が排出されて浮くやん。すると後方から妙な音楽が聞こえてきました。あ、クマや、クマよけ。そうやろ、あれが一番クマが嫌な曲やろ。なわけない、知らないですよ。まあなんてひどい。バエは信じるところでした。信じるものはすぐあらぶんたいな。おお、信じるものはすぐあらぶんた。救われるでございます。ライアミのやっべ。やっべ、見た？見ました、見ました。マジか。なかなか面白いじゃないですか、展開が。で朝一やし、まだ今日こんだけ当たんねやったら余裕で釣れるっしょと思ってるけど、朝一だけとか夕まずめだけとかかもしれへんしね。渓流とか行こうとかなくないってなるかも。その時かって、この風が急に変わったやんか、はい、この時に釣れたことがよくある。水の中そんな変わるわけないなと思ってたけど、なんかいつもそのこのタイミングで当たる。そうやね、ボートの引き波効くよね。で、あれ僕そのボートの引き波というより、ほらほらほら、ボートのエンジン音でなんやおかしになる感じがするねんな。ここでちょっとウォーミングアップかね。これがちゃんと復活したんだね。シークレットルアー、マジアイジを取り出されました。表層の虫や小魚を捕食するバスを狙い撃ちでございます。あっちあっち、よし行くぞ行くぞ行くぞ。あれちっちゃいけど、あいつ相手にしよう。見える見える、あれ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 、行くよ。後ろ大丈夫？ほらもうターゲットポイントぴったし入るやん。でもな、ここじゃあかんねん多分。おお、来た、あかんことない。おおほほほ、あかんことないスモールのやつやったわ。マジアイジ来たぞ、モザイク。周りも騒がしくなってまいりました。ちょっとあちょこちょボイルし始めた。ルアーを交換してるタイミングがすごく良かったね。おおお、やったー。うわ、吐いた吐いた。ちょっと待って、餌、餌何食べる。ほら、あ、もうこういうのめっちゃちっちゃいあれやわ。ワカサギのさ、ほら、思ってるサイズやわ。ほら、見てな。やった、マジアイジ、イエイ、モザイク。よし、行きます。ライアミのジグヘッド。サイズアップを図るため、一度沖のブレイクに狙いをシフトする村上様。よっしゃ、豪快なフッキング、いさましゅうございます。よー、今日いっちゃうぞ、これバラしたらあかんぞ。ライアミのジャンプする、ジャンプする、ジャンプする、ジャンプ。巧みなロッドワークで慎重にバスを引き寄せます。後ろからマシナおる。お、今日のターゲットサイズ来たよ。あーしゃ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 ー、やったねー。さあ、35を超えた。やっぱブラインドの方が好きやね、僕ね。ご立派です、村上様。さあ、移動しましょう。気持ちよい移動できるやんか。釣れるやんか、イバラコ。
ほどなくしてまた沖でボイルが始まりました。うわ腹立つわ。ちょっとやる腹立つやろ。見てさてと何投げます。箸カツクムカツ MKT MKTK やろ。向けてく。今度はネオ玉ブラック3グラムにダニー 2.8 インチ、まさに血を這う甲殻類でございます。よし、これでも深いところ落としてしまおう。水深7メーター以上。うまいな。俺も釣れるかな。よっしゃ、でかい。今日一。今のあたりはめっちゃ細かかったで。でかいぞ、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 でかいぞ。深場から一気に引き寄せます。よし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 。ほら、やっぱり深いところにおるじゃんか。おお、サイズアップした。ダニー、来たね。アフターバリバリ、めっちゃ細かい当たりやったわ。うん、当たりかもしかしたらと思ったら、うわー、ええ感じ。だいぶ深いとこやったな今。手前と思ったらだいぶ投げてるわ僕で。落としてるからさ、投げたあの糸の長さよりももっともっと出てるからさ。 OK、 いい感じ。ほら光がちゃんと出て、 NDB ドニーバッチリです。イエスイエス、どうだばや。うん、ノスタルジックな釣りで釣れるね。行こう、起動。よっしゃ。そして村神様は早稲沢の流入河川へ入ります。その時でした。この、あ、うわ、おる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 、びっくり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 におった。ライアミノーのマス張りセッティング。ちなみにラインもやや細くされました。え、15匹ぐらい。マジかと思った。10匹かちゃうねん。サイズが全部40アップぐらい。こいつはちっちゃいな。いや、そんなことないかも。わからん。速いもんな、スピードが。めっちゃ行く。めっちゃ行く。なんじゃこいつ。これやばいな、こいつ。こんな、そんな大きないんで。なんじゃこいつ。よし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 。よしよしよし。嘘つき魚にバスは騙されるのでございます。あ、浅い方投げてみよう。どうやら釣る気でいらっしゃいます。おお、トップに出ました。小さい。もうええやつ残ってへんか。小さくない。小さくない。最後まで抵抗する桧原湖のビッグバス。村神様、足元には十分お気をつけくださいませ。おほほ、今度は逃がさへんぞ。ほらほら、小さくない小さくない。でか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 。よし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 、やったね。とりあえず丁寧に仕掛けを作ることが大事やわ。丁寧なアプローチよりも。長いな。よし、はい、よいしょ、はい、40超えた。怖いね、41やね。
41はちゃんとある。はい。はい。OK。はい。OK。OK。面白いね。これで明日どうするかね。もうなんかやったーって今日で終わったら綺麗。ここで45を目指そうと思ったら釣り方違うと思うねんな。さらなるサイズアップを図るためルアーをチェンジします。よし、5グラムいきます。こいつはピラピラのテール取ってます。前面遠浅の地形がまるで琵琶湖を思わせるシチュエーションでございます。ルアーはダニーをセットしたビビビショット。この釣りはブレイクじゃないとあかんかな。今日マシナン釣ってんのはボトムやね。あれダニーです。よっしゃ来たー。でかい、あ、一撃でございました。あ、外れた。おろおろおろ、よし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 。あ、こいつバレるぞ。よしよしよし。おお、引く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 。あ、小さい小さいけど早い早い早い。スモールマウスバスはアグレッシブでございます。なんかなんかなんか、なんじゃこいつ。よし、やった、来た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 。ほら、これでもう口裂けるんやんか、これが。ここやろ、な、見ててや。ほら、だから裂けるんやんか。なんかね、そういう口な、うん、ラージよりもなんかね、シーバスとかそういう感じの口。しゃ、オッケー。さあ次沈み虫 2.6、 一応大きいのを狙うつもり。惜しげもなく切り札を出されました。よし、連発。これ夕方の連発やな。ウォウォウォウ、おもろいぞ。沈み虫。よし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 、よしよし、やっと沈み虫できたね。えい、よし。これぐらいのサイズの方がなんかめっちゃ引くね。面白いわ。さらに、ほら、よーし、おお、跳ねとる跳ねとる。おもろいやんか。よしよしよし、同系やな。ご満悦の村神様。そろそろ終了時刻が迫ってまいりました。ライアミノマジハイジ、それからシズミムシで、ビビビショット NDB ダニ。まあまあ釣れたね、うん、楽しめた。さあ明日いる？もうええんちゃう？もうええです、多分。朝、あーでもな、やっぱ朝一はせっかくここ来てるし、朝一はやって今日早寝て、いや早寝られへんな。朝一やって昼寝るぐらいの勢いでやろう。帰ると言いつつまだ釣れるかもと思う釣り人の差が、村神様は毎度のことです。ルアーは沈み虫 2.2 インチ。あ、来たよ、来た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 。外れた、はい、吐いた。よっしゃ、来た。おー、跳ねた跳ねた。やっぱり 2.2 インチ餌だね。さあ帰ろう。はい、バイバイ。お、両家両家。よっしゃー、来たね、沈み虫1頭目ということで終わり。なんかええ感じやん。ええ感じすぎるぐらいに、これぞナチ取り、ナチ取りになったね。正直今日で十分取れ高があったことは言うまでもありません。
あっちに開けよう。暑いっすね。水の中入ってへんからやで。よし、じゃあ行きましょう。ライアミのセッティング、昨日だいぶ答えが出ましたからね。美しいでしょ。昨日いた40アップの群れはいるでしょうか。おるおるおるけど無視やな。よし、行きます。沈み虫です。これで果てしなく飛ぶやろ。ほら釣れそうって言ったら当たった。よし、うおお、こいつ激しいな。ジャンプとするもんね。はい、来ました。いいいいね。朝はこの持ち方やな。なんかこの太陽が。はい、皆さん最初から使いましょう。そしたら3本取れた多分。釣りは仕事ではなく人生を楽しむための最大の趣味だと仰せられる村上様。当たった。当たったね。やはりこの日も目いっぱい楽しんでおられました。そうそう、これがやりたかった。早稲沢キャロ、かわいいな。かわいいかわいい。ユーマ詰めはあのボイルポイントへ。ラストはドラマチックな展開をバーヤは期待しております。ムーンやな。一昨日に来ててよかったね。これ今日から始まってると思ったらゾッとすんな。これどうやってすんやろってなるよな。だって一番よく釣れた釣りからスタートしてるやん。今最終日、ボイルもないやん。怖いな魚釣りって。ああ沈んでいった。あと数秒。今日は日暮れとともに終わりますか。バーヤお疲れ様でしたまあまあでも楽しめたね。何が良かったって、涼しかった、うん、夏は涼しいところ。そうしよう。終わり。